聖クリムズンは、日本の競争は主な勝チクラに2010年カペラステークス2011年ネギシステークス、カキツバタ記念、2012年黒船賞、東京スプリント、カキツバタ記念、先玉杯、2013年黒船賞、2014年黒船賞。場名の由来は、カンムリ名シンク色。8月2日の小倉新馬戦でデビューし発着に、終わったが、 その後2着に回と、構想し11月23日に初勝利をマーク。続く500万下にも勝ち連勝を記録した。ヒアシンスステークスに出走も伸びきれず7着に敗れた。サツキ賞を目指し、スプリングステークスに出走したが15着と惨敗した。その後3歳オープンを2度使い休養に入った。9月の宿川特別で復帰し6着だった。 自走1000万条件戦でも2着に敗れたが、続く11月の1000万条件戦、12月順、オープンと連勝した。中山のジャニュアリーステークスで指導するも3着、その後勝ちきれないレースが続いたが5月の立東ステークスで差し切り勝ちを決め、オープンクラス初勝利を収めた。休養を挟んだ9月10月のオープン特別で、それぞれ3着と、構想した後11月に、 東京の下月ステークスを優勝。迎えた12月のカペラステークスでは3番人気に指示され直線抜け出すとキャップワイルドを、首差を抑え重賞初勝利を挙げた。ネギステークスで始導、早めに前に出たダノンカモンを直線で差し切り重賞に連勝となった。しかし続く、フェブラリーステークスでは2番人気に押されるも14着と大敗を喫した。 黒船賞が予定されていたが、東日本大震災の影響で中止となり、コーラルステークスに出走し勝利した。柿椿記念では1.2倍の人気に応え優勝、重賞3勝目を挙げ、地方重賞初勝利を記録した。4ヶ月の休養を経て、東京坂月で復帰したが伸びきれず、数二の4着に終わった。自走台一番の JBC スプリントでは、人気通りの2着だった。 カペラステークスでは5着、兵庫ゴールドトロフィーでは2着だった。ネギステークスで指導するも6着に敗れた。続く、フェブラリーステークスでも15着と大敗した。2011年開催されなかった黒船賞に出走。道中先頭につけそのまま押し切り重賞4勝目を上げた。続く、東京スプリントでも、道中行為から直線で鮮やかに抜け出して、快勝。 重症5勝目を挙げた。続く柿津畑記念は4番手追走から直線で、抜け出すと、集団から追い込んできた大小ジョットの追撃を、しのぎ切り解消、重症6勝目を挙げた。先玉杯はスタートから先手を奪うと、直線に入り、後続との差を大きく広げ、2着ナイキマドリードに8番審査を、付け圧勝した。9歳まで現役を続け、 2015年5月8日付で競争馬登録を抹消。引退後は、レックススタッドで種ボバとなる。セイクリムズン号が競争馬登録抹消日本中央競馬会2015年5月7日、閲覧セイクリムズンがレックススタッドにスタッドイン競争馬のふるさと案内書。2015年11月6日、閲覧 ABC、セイクリムズン決闘情報、5大決闘表。 ジャビスサーチ、公益社団法人日本軽手場協会、2020年6月14日閲覧、セイクリムズンの種ボバ情報、競馬ラボ、2020年6月14日閲覧、セイントリーフ、ジャビスサーチ、公益社団法人日本軽手場協会、2020年6月14日閲覧、ありがとうございます。